おはようございマッチョ、フォルテです。シャキーン。はい、マッチョは健在です。冬の間は長袖を着ていましたが、最近は暑くなり、マッチョ全開でいきたいと思いますよ。というわけで、今日はピアニストが選ぶかっこいいと思う曲紹介、イエーイ。僕がもし一つだけ本当にかっこいい曲を選べと言われたとしたら、ベートーベンのピアノソナタの熱情を選ぶと思います。その曲を今日は紹介したいなと思いますよ。というわけで、このベートーベン熱情で全国各地回りますので、僕のホームページもチェックしてみてください。そしてさらにチャイコフスキーピアノ協奏曲第1番もね、全国各地で演奏する予定ですので、僕のねホームページをチェックしてみてください。本当に全国各地行かせていただきますので、ぜひともチェックよろしくお願いいたします。それではですね、僕が本当にかっこいいと思う曲、ベートーベン熱情についてお話ししたいなと思います。この曲は僕の大学の卒業研究の曲でもありました。もう本当にね、1年間2年間かけてこの曲を勉強しました。で、ベートーベンの熱情っていうのはね、まあ3楽章あります。1楽章、2楽章、3楽章ってあるんですけども、1楽章はですね、大体10分ほどあって、2楽章がまあ7分ぐらいあって、3楽章が5分ぐらいあるんですね。で、まあすごいね、どちらかというと重たい曲なんですよ。もう本当に1楽章の一番最初から重く始まります。ピアニッシモで始まってるのに、突然雷が落ちたように、で、ここからフォルティッシモの嵐、このような感じでね、もう本当にね、迫力満載の曲なんですね。で、まあ1楽章はもしかしたら聞いたことがあまりないかもしれないんですけども、3楽章はね、結構聞いたことがある方が多いと思います。まあここが結構有名ですよね。大好きなんですよ。もういつもね、この曲を演奏するときはここに来るとね、憑依されたようにね、弾くんですね。まあちょっとね、ベートーベンの中でもこのベートーベン月光とかと比べると、やっぱね、ちょっと重たい曲なので、ちょっと軽く解説を入れておきます。まずはですよ、どちらかというと怖い感じの雰囲気がありますよね。だけど少しずつ、まだ怖いっていうね、ちょっとね、どちらかというと怖い曲なんですよ。まあでも怖いというよりも苦しみと表現した方がいい曲ですね。この曲のね、やっぱかっこいいとこで言ったらここですよ。爆発する箇所が何度も何度もあるんですね。やっぱりね、この曲をね、弾くとなるとどうしても興奮しすぎちゃいます。多分ね、僕はね、今までね、あんまり爆発しないように頑張って弾いてたんですね、大学時代研究中は。なんでかっていうと、爆発しすぎと、こんな感じのテンポでね、もう爆発しちゃうんですね。だけど、動画を見直した時にはガキだなと思って、で、もう研究中に絶対そうやって爆発しないように、逆に、同じテンポで、ベートーベンだからね、同じテンポで音の
いわゆるもうずっとコン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 攻め続ける感じの演奏がしたいのは、そっちの方が迫力があるなと思って、その演奏をねもう1年間研究したんで、そういう演奏ができるように1年間頭の中にねリズムを畳み込んで、テンポを叩き込んで1年間勉強して、卒業研究の日結局興奮してもう大爆発楽しくなっちゃったと。だからね、まあでもね、僕はね、その演奏の方がやっぱね、聴いてる側も楽しいかなと思うんですけどもね、やっぱより自分を成長させるためにも、もっともっとね、深い部分の演奏ができるように、今回、このツアーで、さらに自分の演奏を高めていきたいなと思ってますのでね、絶対楽しめると思います。でね、いわゆる2楽章とかはね、ちょっとね、やっぱ天に行く感じなんですよね。天に行く感じじゃないですか。だからね、僕は好きなんですよ。でもね、一楽章もね、かっこいいんですよ。このいわゆる切なさと苦しみが混じってる、大学時代この曲何回も演奏したんですけど、やっぱ興奮しすぎてここ間違えちゃうんですよ。でね、過去のコンサートでもね、ここのやっぱ興奮しすぎてね、ちょっとね引っかかっちゃうとかねすることがあるんですけどもね、今回のコンサートではねやらないように、もうちゃんとねきちんと自分の精神を保って演奏しきりたいなと思ってます。このね、ベートーベン熱情、ぜひとも楽しんでください。絶対に熱像にならないように頑張って練習したいと思います。というわけでね、皆様、全国各地の会場でお会いできることを楽しみにしてます。誰でも楽しめるコンサートになっていると思いますので、ぜひともチェックよろしくお願いします。さらに、ベートーベン熱情だけでなく、もちろんラーカンパネルを弾いたり、ショパンバラード1番を弾いたりと、本当にね、すごい名曲を詰めたリサイタルとなってますので、ぜひとも会場でお待ちしております。というわけで、このめちゃくちゃかっこいいベートーベン熱情、ぜひとも皆様も弾いてみてください。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。というわけで、チャンネル登録お願いします。うぅー